はいみなさんどうも MT です。どうもどうも。今日はハッピーハロウィンということでね。今日はハロウィンと数学者のお話をしていきたいと思うんですね。興味のある方はぜひとも見ていってください。あの、ハロウィンといえば、まあ、最近日本でも結構到着、定着してきまして、まあ、渋谷のあのハロウィンドンチャン騒ぎが結構有名ですよね。まあ、あの、車ひっくり返したり。でもまあ、あの、もともとハロウィンというのは子供のための文化というか、え、イベントでございまして、あの、トリックアトリートとか行ってお菓子をもらったりするわけですよね。まあ、毒入れたり入れなかったりっていうちょっとした社会問題にもなったりして、いろいろと抑制されたりもしましたけど、今となっては なんか大人も楽しめるるイベントにな,りな,なっているわけですねで、えー、もともとハロウィンというのはあのケルト系の文化でございますつまりアイルランドとかスコットランド系の文化なんですねいわゆるあのトリあのジャックオーランタンというあの化け物みたいなのがいますけどあれはあの、まあ、昔のちょっとした、まあ、伝説というかお,おとぎ話みたいなのがあって悪魔とかをちょっとたばかったせいであの地獄にも天国にも行けなくなってしまってそれでさまよい歩いてるとカボチャの頭に電気が入っていてそ,のそれを持ってあの地獄を探しているというような状況なわけですけど、まあ、もともとそのカボチャじゃなくて チャーネプっていう株なんだ、株なわけですね。まあ、そんなことは、まあ、よろしいとして、まあ、今日は。ですから、ケルト系とか、あの、ケルト系。あの、アイルランドとかスコットランド系の数学者というお話をしていきたいと。思ったり、思わなかったりするんですね。で、アイルランドとかスコットランドというのは、結構優秀な科学者が多いんです。サイエンティストが多いんですね。数学者にしても、物理学者にしても、化学者にしても、非常にたくさんの。優秀な人を生んでいます。その人口比で考えると、非常に多い方なんですね。特にノーベル賞とか考えてみると。で、アイルランドでいうと、まあ、ハミルトンとか、ストークスとか。あと、スコットランドでいうと、まあ。 ウォリスととかかグレゴリーとか、まあ、スコットランドで言うともっと多くて、まあ、ネイピアとかマクローリンとかメアリー・サマービルとかあーマクスウェルとか結構有名ですね物理学者で言って数学者で言ったりすると、まあ、メアリー・サマービルというとちょっとご存じないかもしれないですけど 今、ふと思い出しまして、数学書の中の女性たちという本がありまして、こちらですね、メアリー・サマー・ビルというのはこの方でございます。ここにヒュパティアがいて、ここにエミリーがいて、ミリー・シャトレ夫人というフランスの非常に優秀な方がいて、ここにキャロリン・ハーシェルと兄弟揃って有名な方ですね。まあ、キャロラインっぽくない顔してるんですけど、これはちょっと失礼かな。まあ、メアリー・サマー・ビルという非常に有名な方がいます。結構苦労して、まあ、結構、あの、女性ですからなかなか昔は、なんか科学とか数学の勉強をするなんてっていう、非常にあの、家族からの反対も多かったんですけど、まあ、遅咲き、まあ、みんな遅咲結構遅な方、 方が多いですねでヒパティアというのは古代数学のギリシャの方、ギリシャって言っても広いですからね、あの何千年もありますから。ですけど、まあ非常に美人で、といっても、これはあの誰も見たことがありませんから、想像で書いてるので美人に決まってるんですけどね、あの想像で書いてしまうと。まあそんなことで、数学史を見ると色々と数学者、女性数学者も多かったりします。で、アイルランド、スコットランドだとやっぱり数学者とかも多くて、まあ有名なところで言うと先ほど言いましたネイピアという方が結構有名ですよね。ネイピア数でお世話になった人はたくさんいると思うんですけど、数学で言うところの E いっていうのが出てきますね。あの e は オイラーの日なんでちょっとネイピア数というのはどう,なのかとうどうなのかなと思うところはありますけど数学者的に言うと、まあ、ネイピアというのはスコットランドの封建漁師でございましてなかなかの勇敢階級ですその方がまあ天文学とかにちょっと数学とかを趣味にしていて、まあ、ほぼあのなんかライフワークみたいな形ですよね対数表を作ったりするわけです、まあ、グリブリックスとかといろいろ共同研究というかこうそういう逸話もあったりしますいわゆるスコットランドの封建漁師ですからそこに招い,招いてというかそこを訪れていろいろとこう共同研究して何て言うんですか天文学者の寿命を2倍にしたと言われる ような人々なわけですね。他にもまあウォリスというのも結構有名です数学を数3とかやってると、ちょっとウォリス席とかいうのが有名で出てきたりするし、その辺についての在学受験問題、大学受験問題が多かったりしますけれど、まあ、ウォリス席というのが出てきたりします。かなり時代を先行した結果を残しているんですね。あのただその論法が結構今となってはなかなかなんかトリッキーな方法を用いていまして、実はその厳密に言うと正しいか正しくないかって言うとちょっとやばいんですけど。でも結果は間違いないという天才ある。あるですね。あの結果は間違いない。オイラーニュートンにしてもですね。 あの、論法はま、ちょっと微妙なんだけど、結果は間違いないという天才の一種ですね。あと、グレゴリーっていうと、ちょっと名前がね、あの、なかなかゴリゴリで強そうなんですけど、まあ、完全に音に支配されてるわけですけど、なんか筋肉流流っぽいんですけど、全然そんなことなくて、グレゴリーもなかなかの、あの、優雅なお家の方で、まあ、あの、奥さんも確かいいところのでだし、父親も母親も確かいいところのでですね、グレゴリーって名前にしてはかなりいい、なんか、僕たちの印象ですよ。だけど、すごくいい家だし、あの、結構ハンサムなんですよ。その数学界で言うとなかなかハンサムって少ない んでですすけけどど申し訳ないねあの昔は結構ハンサムな方が多かったみたいですね。そグレゴリー、き、まあ、綺麗に描いてるっていうのもあるかもしれないですけど、昔絵ですからね。まあ、グレゴリーにしても、まあ、フェルマーはそんなハンサムじゃないんですけど、これもアーベルなんてもう抱かれたい数学者ナンバーワンですね、多分ね。アーベルの話、今度しましょうね。 あとは、ルーカス教授職で言うと、ハミルトンとかストークスとか、そういう方が結構、アイルランド出身で多いんですね。まあ、当時で言うと、やっぱり、相当優秀次第と、なんか、そういうところから、ルーカス教授職を出すのかみたいなことがあったりするのですかね。ちょっとよくわかんないですけど、まあ、僕はイギリス人じゃないので、ちょっとわかんないですけど、やっぱりイングランドの人ってちょっとね、ちっこいところありますから、その、アイルランドとかスコットランドに対してちょっとね、あの、いろいろな文化がありますけれども、まあ、そんなことでね、今日はそんなに長くない話で終わりますけれども、ぜひ、あの、ハロウィン関係で、ハロウィンとか、あの、いろろな、 こう祝日とか文化とかあると、どこの国の文化なのかって答えはやはり。 見てみると、意外と面白かったりします。で、その関連で、じゃあ自分のことに関係するようなものを調べてみると、意外と面白いことが出てきたりするんですね。まあ、ハロウィンそのものは結構、あまあ、宗教的というよりかは土着的な信仰みたいなところがあったりするのと混じっているわけですけどね。まあ、天国とか地獄っていうのは別に、キリスト教圏とかか関わらずどこにでもあるような発想で、そこに対してのまあ、ケルト文化ということでね。まあ、今回は北アイルランド、北アイルランドとかアイルランド、スコットランドの数学者のお話でございました。ぜひとも興味のある方は色々調べてみてください。いうわけで、 次の動画もご覧ください。さよなら。